ドナルドとダグラスは双子の機関車だ。トップハムハット卿の鉄道を手伝うためにスコットランドからやってきた。二人はそっくりだったので、トップハムハット卿は分かるよう彼らに番号をつけた。ドナルドが9番、ダグラスが10番である。本当は1台で十分だったので、トップハムハット卿はいずれどちらかを送り返すつもりでいた。操車場のブレーキ車はダグラスを嫌っていた。ダグラスがブレーキ車を連れていくと決まってまずいことが起こった。列車が遅れて叱られるのは結局ダグラスなのだ。ダグラスはこのままでは送り返されるんじゃないかと心配していた。ダグラスの兄弟ドナルドはブレーキ車に文句を言った。厄介者の君など連れて行きたくないもんです。そうはいかん。俺がいなきゃ困るはずだ。何ですって、君は何をするにもキーキー言うしか能がないでしょう。これからもダグラスをいじめるならこうしますよ。あ、いやいや、やめんか。失礼なことをするとまたやりますよ。そのことがあってからブレーキ車はだいぶ行いが良くなり、ダグラスはほっとした。ところが今度はドナルドが事故を起こした。レールが滑りやすくなっていて信号所に突っ込んでしまった。この事故にトップハムハット卿は大層腹を立てた。まったくがっかりしたぞドナルド。お前がこんな間抜けだったとは知らなかった。実はわしの考えではダグラスを送り返してお前をここに残そうと思っていたのに。本当に申し訳ないことです。まったくだ。お前のせいでわしの計画が狂ってしまった。こうなってはお前の淡水車が治るまでジェームスに手伝ってもらうより他あるまい。ジェームスは嫌がるだろうがな。